変化球流し打ってショートの横抜けていく、巻き返ってくるか、どうだ、高めの方、キャッチャー、これは悠々か、タッチアウト、ノーアウト満塁、初球を打ったが、これはレフト正面、さあタッチアップ、2点目がアウト、そうですが、さあこれはどうでしょうか、センタータッチアップ、さあどうだ、ボールが返ってくる、ホームはタッチアウト、ここは日本ハムが守りきりました。どうだ、ライナー性右中間伸びる、フェンスへ、一塁ランナー二塁から三塁、三塁を三塁を回った回った、中継からバックホーム、どうだ、このプレータッチオン、アウトだ、変化球狙った、これで3連打、先制のタイムリーヒット、もう一人帰ってきましたが、ボールはホームはタッチアウト、2点目はなりませんでした。いやランナーライトも回り込んだ、セカンドランナーは三塁を回った、ボール帰ってきてタッチはアウトです。ライト今川から素晴らしいバックホームでした。三遊間抜かれます。さあこれはサード回ってバックホームは間に合いまのった、これはキャッチアウトになりました。レフトアルカンタラからのバックホーム、打っていく、三遊間割っていった、福田さんでキャンバスを蹴る、バックホーム、ボール返ってきた、さあどうか、ホームアウト、判定アウト、福田はタッチアウト、ここはセンターの前に弾んでいます。それを見てからランナースタート、三塁コーチ回して回して回してホーム狙ってきた、スライディングはタッチアウトの判定でした。ここは打球が落ちるのを見てからの金子裕二のスタート、そこはライト前ヒット、セカンドランナーサードを回って帰ってきます、バックホーム間に合うかどうだ、タッチはで、セカンドはセーフ、打った紅林はセカンドへ、ライトから今好返球、万波のバックホーム間に合っています。打ち返したショートへ